どん。Hey guys, my name is Wasamon. Nice to meet you. 改めまして、推しがすぐ死ぬ日本人アニメリアクター Wasamon です。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは骸骨騎士様、ただいま異世界へお出かけ中、第5話、明かされる秘密と紡がれる絆。なんだろうか、です。はい、ということでね、まず前回のおさらい第4話ですね。エルフを助けたら、獣耳忍者が出てきた。かな。あいつもなんか多分この世界にやってきたみたいな感じなんかね。獣耳忍者も、多分。なんか、忍者って知ってるのかみたいな感じだったから。エンディングの、感じからすると一緒に行動をするんだろうか、ようわからんけど、まあ早速第5話見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。どうなるのかな。よいしょ。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。アークです。堂々と爆破してってるけどね。アテナーキー夢よ。マジでかっこいいんだよ。まだ出てない敵とかもおるんだろうな、この感じ。かわいいアーク。はっ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 は。本編開始。エッチだ。エッチだ。そっちにやろう。心案件じゃない。息子か。あ、エッチ、エッチ、エッチだ。エッチだ。あー、エッチだ。
そうね、うん、そうね、今静かにって言ったからな。堂々と入ってやんけ、速攻でバレてん。お城でかいでかいでかい。ああ。ああ。いや、無理があるやろ。おるやん。おるやん、そこに。なんでやり過ごせんだよ。あ、脇がエッチ。ああ。ああ。強そう。こんばんは、アークです。痛い、痛い。バレてた。こんな壁ドン嫌だな。あら、キラン。あ、いい。お構いなく。いい。めっちゃ綺麗だったな、今の動き。はあ。おお。めっちゃあるやん。あ。いや、なんつうかこう、いいのかそれで。誰じゃ。
わお。獣耳忍者。ほう。そうね、一回確認はしよう。長老っていっぱいいんの。長老の一人。顔がないんだよな。骸骨なんだよ。骨なんすよ。脱ぐ。そう、骸骨なんですよ。そうね、呪いって言うしかねえよな。ここでポンタがめちゃくちゃ役に立つんだな、やっぱ。脳内設定やったんや。おう、最終回だ、最終回だ。第5話。
ローデン王国、オート、オーラブ、ここカルロン・デルフリとオーデン・オーラブ、第一王子セクトロンダル・カルロン・ローデン社、第二王子ダカレス・シシエ・カル、読めない。第二王女ユリアーナ・メル、読めない。なんか急に話難しくなったな。ああ、行ってしまった。ああ。ああ。川だ。いいな、これ。いいな。お腹すくよ。ブルボアって何？かわいい。
触りたいよね。でも絶対気持ちいいやろうね。イノシシ。ああ。スーハーするよね。無理があるやろ。うんしか言ってないもん。ああ。うん。ちょっと難しくなったぞ、急に。今まではアークがなんかなんちゃらかんちゃらするしっていうのだったんだけど、そっから急に国の話が出てきたな。なんかいじったりすっかな、どっか。だけエルフ狩りっていうか、そういうのをやっとったから国のやつらをみたいな流れになってくんのかな。ケモミミ忍者さんも次はいつ出るかわからんしな。でも出てくるとしたら仲間側なのか敵側なのか、それかまあ目的はちょっと変わってくるけど、
手を組もうとかなんのかな。次回エルフの里で触れる異世界の神、魔法でドーンと魚は取れないんですよね。川辺散策ポンタと出かけ中。ポンタは絶対気持ちいいよな。ポンタ吸えるよな絶対。モフモフしてスーハーしたいよな。いやポンタ、ポンタ絶対気持ちいいよな。ポンタのぬいぐるみは欲しいなマジで。あれ気持ちよさそう。なんか急に話がややこしくなったけど、誰かまとめてください。どういう風に、なんだ、だから国のあの第一王子やら第二王子やらとかの方が関与してるから、そいつらも倒そうぜっていう流れになんのかな。わかんないからちょっと誰かまとめてください。はい、もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にもリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、骸骨騎士様、ただいま異世界へお出かけ中、第5話、明かされる秘密と紡がれる絆でした。ありがとうございました。ならね。